主体は日本のグラビアアイドル、タレント、ユーチューバー、女性アイドルグループ、OSU の元メンバーである。愛知県名古屋市出身で芸能事務所リップがマネジメントしている。アルバイト感覚でエキストラに応募し、2010年の全日本ロードレース選手権でチーム橋本組 CMS フレッシュ JK のレースクイーンで森友美として活動した。 2010年8月に CMS フレッシュ JK で一緒だった氷室のどか、友のかなみらと共に o s u 一期生として活動を始め、シングルを12枚とベスト版含むアルバムを3枚に参加して、プレゼント 4U にソロ曲、風を感じながらが収録されている。2016年3月26日に名古屋ダイヤモンドホールで行われたライブで OSU を卒業し、 4月に上京してリップと契約した。以降は行動の拠点をグラビア活動に移す。グラドルとしては遅咲きのスタートでありながらも2017年2月に発売した DVD バージナルが同年の dmm.com アイドル動画2017年年間作品ランキングベスト100で1位を獲得した。2018年12月18日、その年、 最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワードとしてこの年に創設されたグラビアオブザイヤー2018にてグランプリに選出される2019年12月18日グラビアオブザイヤー2019にて2年連続グランプリに選出される2020年1月26日 YouTube 森崎智美チャンネル開設20年2月22日 初の写真展、ともみ森崎 -100、15,934を開催2020年12月18日、グラビア・オブ・ザ・イヤー2022で3年連続グランプリに選出され殿堂入りとなった。ふとし文字タイトルは BD 版同時発売。ありがとうございます。